こんにちは、賃貸の正木です。本日は近鉄奈良線生駒駅から徒歩圏内にございますラフィーネ生駒という 2DK アパートのご紹介をさせていただきます。まずですね、私がいますダイニングスペースなんですけれども、約 5.8 畳の、広さがございます。この辺りにですね、ダイニングテーブルなどを置いていただきまして、お食事などしていただけるようになっております。またキッチンの方を見ていただきますと、お好きなサイズのガスコンロも十分置いていただけますし、調理台やシンクも広々としておりまして、こちらシングルレバーで大変使いやすい、ところとなっております。また収納に関してもこちら上と下と両方ございますので、お鍋やフライパンも十分収納していただけるようなキッチンとなっております。横の方ですね、冷蔵庫を置いていただけるようなスペースも確保されております。はい、こちらの方にはですね、インターホンございまして、その横にですね、給湯器のリモコンございますので、こちらの方で、温度変更などをすぐしていただけるようになっております。こちらの方がですね、玄関スペースとなっております。玄関の方ですね、シューズボックス、大変大容量なものが備え付けでついております。棚の高さも調整できるようになっておりますので、こちらの方で、女性の方ブーツなどもしっかりと収納していただけるようになっております。はい、こちらの方ですね、扉の方を開けますと洗面所となっておりまして、こちらですね、大きめの独立洗面台となっております。その横が室内洗濯機置き場となっておりまして、奥の方がですね、洋式の、お手洗いとなっております。はい、こちらの方がバスルームとなっておりまして、バスルームもですね、広々としたバスルームとなっております。上の方に換気扇などもございますので、換気面も安心していただけるようなバスルームとなっております。はい、では、残り2部屋、ご紹介させていただきます。まずダイニングに面した、お部屋でですね、約6畳の洋室となっております。こちらの方ですね、リビングのような形でお使いいただけるかと思います。ソファーやテレビなどを置いていただきまして、お使いいただけます。またエアコンの方もですね、設置可能となっておりまして、こちらの、洋室の方からですね、このように広々としたバルコニーに出ていただけるようになっておりますので、こちらでお洗濯物を布団ですね、しっかりと干していただけるような、ところとなっております。はい、あと一部屋洋室の方ですね、こちらすべて、洋室の、お部屋となっておりまして、大変魅力的なところとなっております。こちらの方にですね、ベッドなどを置いていただきまして、寝室としてお使いいただけるようになっております。こちらももちろん、テレビやエアコンの方も設置可能となっておりまして、でこちらの方ですね、収納が大変大容量な収納がございます。上の方にも、こちらですね、両方ございますので、こちらの方でですね、衣装ケースなど入れていただきましたら、お洋服などもしっかりと収納いただけるようになっております。はい、まだまだ部屋の方をご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。また賃貸の正木ではご来店予約いただきますと、制約実績な特典ご用意しております。ぜひご来店予約お待ちしております。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。